こちらはネクスコ東日本です。午前6時35分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに10番号を水戸方面へ向かわれる方にお知らせします。三郷料金所を先頭に三郷ジャンクションまで4キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて古道池袋線上り方向の情報です。立橋ジャンクションを先頭に交通集中のため渋滞しています。引き続き中央道を大月方面へ向かわれる方にお知らせします。八王子ジャンクションの先38キロポスト付近を先頭に1キロほど追い越し車線は交通集中のため渋滞しています。アンモンラジオ関越道からご案内お伝えしました。あなたの実際にナスコ東日本